論文の方法を悩んでるんですね。はい。しかし100人にアンケートを取るというのは社会学や心理学の研究方法ですね。そうなんですけど。どうして人間は存在するのかとか、何のために生きるのかとか、正直に言うと私なんとなく生きてきて、なんとなくここにいて、自分がいる、あるっていうことの答えが出なくて、そういうことを考え始めると、なんかいつも胸の中がモヤモヤするばっかりで。モヤモヤ。はい。それで街で無作為に見かけた人たちの体験とか感じ方を集めれば、何か手がかりみたいなものが見つかるんじゃないかなと。それを考え出すのが哲学です。白石さん、100人ではなくたった1人を対象にしてみるのはどうですか？1人ですか？1人の対象を追いかけて生活、行動を記録するんです。その人物を通して人間とは何なのかを考察してみるんです。はあ。でも気づかれてはいけませんよ。尾行ですからね。尾行。そんなことしていいんでしょうか？まあ、刑事とかストーカーとかそういうはっきりとした目的のある尾行ではないんです。あえて言うなら理由のない尾行。理由のない尾行。やってみませんか？これまでにない面白い論文になると思いますけどね。ちょっと時間を少し考えてみて、それから決めてもいいでしょうか？